そしてこの学園にも恋する女の子がいた。おや、どうやらその恋する女の子、恋する彼を思って居眠りをしてしまったようです。果たして彼女の恋の結末はどうなることやら。それでは歓喜なんで今池ブロードウェイミュージカル恋の三者巡り。あの、私、あなたのことが好きです。Yeah.